そこをどけっつってんだろ。おう、帰ってください。息子はこの家にはいません。いいからどけ。あ、お前たち何をしてるんだ。ああ、なんだてめえは。お前らがジョさんの家を襲ったゴロツキか。何者だお前。お前たちこそ何者だ。何の目的でこの村を荒らしている。お前には関係ねえ。おい、おう、このガキやっちまえ。もらった。すげえ。うわっ、せい、うれ、はい、おっと、いくぞ。すげえ。せいぐれ。ぜあぜあ、うれ、はっ、おっと、ぜあめえ、ぼけてまれた。そら、はっ、うっ、はっ、ぐあ、ダメ。たへへ、当たるか。お前たちは何者だ。何のためにこの村を荒らしているんだ。それはたく、への突っ張りにもならねえやつらだぜ。痛い目に遭いたいようだな、兄ちゃん。お前なんざ30秒で潰してやる。したことねえな。遠心いない。日本人弱い。くけー。大丈夫ですか、私のために。いえ、俺は大丈夫です。あなたは。遠心さんを訪ねてきました。遠心を。息子はここにはいません。まさか遠心さんもさらわれたんですか。さらわれた。いいえ、息子は牧船に。牧船。石堀氏が襲われていると聞いて、牧船という集落に逃がしました。そうですか、よかった。何かあったんですか。エンさんが姿を消したんです。エンさんが。エンシンはエンさんの元で
弟子として働いていました。エンさんが姿を消して、あんなゴロツキが息子を探しに来るなんて、一体何があったのか。もし何か分かったら知らせに来ます。お願いします。本当にお願いします。牧船に行って遠心さんに会おう。まずはこの近くを調べよう。まずはこの近くを調べよう。すいません。なんじゃ。欲しいものがあるんです。何かな。いつでも待っとるぞ。はい。すいません。なんじゃ。薪割りやらせてください。おお、そりゃ助かる。よし。そうじゃ、見事じゃ。そうじゃ、よし。うん、そうじゃ、よいぞ。うん、そうじゃ。うん、そうじゃ。うん、そうじゃ。よし、よいぞ。うん、見事じゃ。よし、
そうじゃ、見事じゃ。うん、そうじゃ。まあこんなもんかの。やめておきます。無理にとは言わんよ。いつでも待っとるぞ。すいません。なんじゃ。これはなかなか良い。また。ちょっといいかな。何の用だ。牧船へ行きたいんだ。山奥の集落だ。パンダ市場から行ける。わかった、ありがとう。
すみません。なんだね、弟子入りなら悪いがお断りだぞ。いや、俺は。なんだ、違うのか。ここへ来る若い者といえば弟子入り志願くらいでな。失礼しました。こっちこそすまんね。すみません。なんだね。悪いが、わしは弟子は取らんことにしとる。いや、俺は。なんじゃ、違うのか。昔は毎日のように弟子入り志願が来たもんじゃが。失礼しました。すみません、すみません。誰かいませんか。誰もいないのか。遠心さん。誰だ。葉月と言います。遠さんの家のシェンファの知り合いです。シェンファの話を聞きたいんです。開けてもらえませんか。いや、ダメだ。開けるわけにはいかない。俺はここに隠れている限り何も心配ない。そうですか、わかりました。今日は帰ります。シェンファの家に帰ってこのことを話すか。魔法か、やっていくか。
もっとやってみるか。続けてやるか。いや、後にしよう。寸剣か。やっていくか。続けてやるか。もっとやってみるか。またにしよう。何か食わないと力が出ないな。
こっちに行ってもしょうがないな。何を作ってくれるんだろう。シェンファー。何、リョウ。ボクセンへ行ってエンシンさんと少し話したんだ。そう、エンシンさんが無事でよかった。それで父のことは？そこまでは聞けなかった。え？エンシンさんはすごく怯えていてドアも開けてもらえなかったんだ。そうだったの。親父さんのことは何もわからないままだ。うん。ゴロツキを捕まえることもできない。リョウ、手がかりも見つからない。一体どうすればいいんだ？落ち着いて、リョウ。焦っても何もいいことはない。シェンファー、少し考えよう。え？父が言っていた。うまくいかない時は今までの考えを全部捨てて違う方からものを見ろと。親父さんが？うん、今はきっとその時。そうか。またエンシンさんを訪ねてみるよ。落ち着いたら親父さんのことを聞けるかもしれない。うん。いい匂いがするな。うまそう。もらっておこう。もらっておこう。何を作ってくれるんだ。